鶴巻真希です。柚木ゆかりです。キズナあかりです。今回はボーカロイドのローティエンイだけを使ったレトロゲーム風の音真似の講座になります。楽天イって書いてローティエンイって読むのね。多分そうだったはず。知らんけど、初めに V3 で発売された時は完全に中国語専用ソフトだったんだけどね。 V4 で発売された時には日本語版ができていたんですよね。 V3 のを買った時にはやたらでかい箱で届いてびっくりしました。まあプリンター複合機と同じぐらいの大きさの箱だったからね。ソフト自体は円盤1枚だけなんだけどね。中にいろんなおまけみたいなのがたくさん入っているんですよね。現地中国の人が作ったサンプル音源の USB メモリだったり、イラスト集みたいなアートコレクションってのも入っていましたよね。でも一番大きかったのはやっぱりフィギュアでしょうね。フィギュアだけきっちり開封してずっと飾っております。ちなみに通常版が品切れで特に気にせずに限定版を買ったらでかかったんですよね。確か3万円以上したような気がします。ではまずはシンガーの選択からです。一家に1台ルオティエンイさんですね。100万人に1人ぐらいしか持っていないかもね。それでは譜面をボカロエディタに早速打ち込んでいきましょう。ものすごく細かい音を詰め込んでいますね。まあファミコンの音の跳躍とか半音階で詰め込んでますよね。ベロシティの値は64にします。そういえばボカロエディタを開いた時の初期値っていくつでしたっけ。何このボカロ P 免許の期限が切れてそうな発言。ブレシネスは0にしてください。ブライトネスも0にしてください。クリアネスもまた0にしてください。オープニングは127でお願いしますね。ジェンダーファクターは64となります。歌詞にはトゥッを繰り返し入力します。変わった発音をしてもらうんですね。ちっちゃいツがミソな予感がしますね。ここでトラックをコピーしてローさんを5人に分身させます。2人とか3人とか4人とかじゃダメなんですか。5人以上ならいいけど少ないのはダメな理由があるらしいです。2人目のローさんには歌詞を1つずらしてもらいましょう。トゥだけ発音してちっちゃいツは発音しないんですよね。音程の安定をさせるためのトラック分割ですね。3人目のローさんには同様に歌詞を2つずらしてもらいましょう。で4人目のローさんにはお察しの通り歌詞を3つずらしてもらいましょう。最後に5人目のローさんにはやはり歌詞を4つずらしてもらいますね。ああピコピコゲーム音だと音の粒が細かいから4人ぐらいでの分割じゃ追いつかないんですね。1人当たり4つ置きの音を出すことになるので確かに速さや跳躍にも耐えられそうですね。それでは最後に完成見本を貼ってさよならしようと思います。さようなら。ありがとうございました。Thank you.
Thank you.